大コーターとは、日本の競争馬シュボバ。1965年に行われた第26回菊花賞の優勝馬である。前兄の雪郎は、スプリングステークス、全日本3歳優秀などに優勝。近親には、ナルオ記念を正式菊花賞や宝塚記念で2着に入った橋クランツがいる。バレーは、当時の表記とする。1962年6月。 浦川町の蒲田牧場にて、ダイアン系の五番子として誕生。母のダイアン系は、1952年にアメリカから競争馬として輸入された。現役時代は、中央競馬で発祥を上げ、小倉競馬場の1000メートルの競争でレコード勝ちしたこともあるという短距離馬だった。そのせいか、他のヒンドスタン3区の活躍馬の血統と比べて、かなり異質である。 牧場時代の大コーターは、落ち着いた、反面、非常に、勇性の良い馬だったという。1964年10月、京都競馬場の新馬戦で、栗田勝を背にデビューし、2着馬に大差をつけて勝利した。続くオープン戦こその地に、ライバルとなる、キーストンの3着に敗れたものの、3戦2勝の、成績で3歳シーズンを終え、 その落ち着いたレースぶりからクラシックの有力候補として高い評価を受けていた。上田聖二郎明け4歳となると、中京競馬場のオープン戦、木更木賞と連勝して登場し、スプリングステークスに出走した。6戦無敗のキーストンに一番人気を譲ったが、レースでは逃げる同馬を一馬身4分の三差交わして優勝した。この勝利が評価され、サツキ賞では一番人気に押されたが、 福平の千歳王から首差の二着に終わった。続く NHK 杯では発雷王以下に勝利し、本番の東京優秀に向かうこととなった。この後、新山の場所としても知られる橋本幸吉から九州の炭鉱主上田誠二郎に場所が変更となった。本命に押されながら四着に敗れた第七宝死優以来、 上田の東京優春制覇にかける執念は凄まじいものがあった。それは東京優春の当時の一着賞金が1000万円であるにもかかわらず推定2500万円とも言われる破格のトレードマネーを支払ったことからも伺える。東京優春の最有力馬が売却され馬紙が直前に変わることは異例であり賛否両論を含めて大きな話題を集めることとなった。 東京優秀は、さつき小鉢と西欧は NHK 敗再開の原因となった微出血の問題から不出走となり、スピード決闘であるソロナウェイの子、キーストンに比しても、距離延長は歓迎材料と見られ、一番人気に押された。しかしレースでは不良馬場ということもあって、逃げるキーストーンを捉えきれず、一橋に4分の3差の2着に終わった。これ以降、大コーターは、 ダービーは金では買えないという例の典型として語られるようになる。夏を休養に当てた大コーターは9月のオープン戦から始動した。これを危なげなく勝利すると続く神戸杯、オープン戦と連勝して喫下賞に出走した。再び一番人気に押された大コーターは逃げるキーストンを終始マークし最後の直線では2頭の 激しい追い比べの末にキーストンを4分の3馬身、突き放して優勝した。安城の栗田勝は、騎手として、初めて菊花賞に連覇を達成した。三冠馬新山打倒の最有力候補としてありま、記念出走も期待されたが、半身大将天に出走。しかし、千とせ王に惨敗した。この後は、天皇賞をステップに、 アメリカ遠征も計画されるなど高い期待を受けていた大コーターだったが全名勝をわずらったこともあって天皇賞9着など盆走と敗戦を重ねることとなった。コバとなってからは小倉競馬場でオープン戦を2勝するにとどまり重賞も勝てなくなると7歳となった1968年からは障害競争を使われるようになった。ボバのクラシック優勝馬が 障害入りするのは例のないことであるため関係者に対し非難の声も上がったが結局障害でも一生を押しただけと活躍できないまま引退した引退後は上田が創業した上田牧場にて種ボバとして供養されたが引退するまでの不振もあって期待されてはいなかったしかし自家生産の報酬リッチや報酬ミサイルなどが好成績を上げると今度は 向川町の西山牧場にトレードされ、荒廃される繁殖品馬の数が増加した。それでも、荒廃された品馬の質、数ともに当時としてもそれほど高くなく、血統登録数は303頭、年度別だと1977年の37頭が最多であった。その中にあって、西野雷電をはじめとして、重症化チウマを多数排出するなど、 当時の内国産ュ母バとしては成功と言えるュ母バ成績を収めた。特に1981年には北の力王等が活躍しュ母バランキング4位となった。この年はアエが2.56と上位100頭の中でノーザンテイストに次ぐ高さだった。全ュ母バ期間を通じたアエも1.85と高水準である。CPI は1.04と低かっためアエ CPI は1.78と極めて高い水準に達した。JRA 勝ち上がり率も出走した208頭中122頭が勝ち上がり、荒廃された品馬の質を考えれば非常に高かった。以上いずれもジャビスに登録されているデータによっている。1986年には、タネボバから引退し、西山牧場で余生を送っていたが、翌百八十七年一月に、 老衰のため死亡した。ありがとうございます。